are these walls? Are we seasons change? はい、こんにちは。前回 の、 出していただいた宿題がリップロールということだったんですけど、だいぶ苦労しましてですね、最初の3日間ぐらい全くできなかったんですけど、まあ、ようやく4日目からアドバイスもいただいたおかげでできるようになって、音階もつけれるようになりましたので、まあ、今回はそれを使ってもっともっとあれですね、自分の声を出していけたらと思いますので、本日も2回目よろしくお願いいたします。I will hold of you あなたについて行きたい。 I will hold of you ちょっぴり気が弱いけど好きな人だから、心に春が来た日は赤いスイートピー。はい、では2回目よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初の歌を聴いて、サビしか取ってないんですけど、サビ以外の部分っていうのはすごく音程も良くなったし、声が乗ってきたと思うんですけど、サビになるとやっぱり高音になってきて、その怖がってしまって、こうなんか勢いよくいけない、ずっと迷いながら歌っているっていう状態が気になってしまったので、はい、もう思い切って弾けるように、はい、高音を怖くないようにしていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは小川さんの苦手意識のある高音を、はい、変えていきたいなと思うんですけど、はい、まず姿勢足をこう、まあ、くっつけててもいいんですけど、はい、安定するにはやっぱりある程度開いた方がいいですよね。はい、なんで安定したいかって、こう安定しないと変なところに力が入ってしまうんですよ。それをなくしたい、はい、何も力が入ってないいい状態で歌いたいので、はい、余分なところに力を入れないために足をちゃんと開く。あと猫背が少し気になりますので、一回回してストンと落としてください。で、首だけ出ない、お腹だけも出ない、背中も丸め、ここはまっすぐで、はい、はい、で、キュッとしない、リラックスしてくださいね。はい、じゃあ、っていう風に発声していきたいんですけど、はい、お母さんはハミがすごく綺麗なところに響いてるので、と同じ位置で、口だけ開けて、あーというふうに、あーって全然違うところに響きを持っていかないように、のところと同じ部分で、あーと出すようにしてください。はい、あーいきますよ、せーの、はい、もう少し声出ますか、はい、せーの、ちょっと息のスピードを上げなきゃいけないんです。はい、同じ息、あーと同じ息ではあーは歌えないです。あーってこのエンジンをですね、少し早めてあげなきゃいけないので、高音に行くときに息をふっとこのお腹の力を使って、はい、息のスピードを上げる意識をしてみてください。はい、少し下げて、ここからまた上がってきます。はい、高音になった時に息のスピードを上げる、はい、いきますよ、せーの、はハミングではなくて、はい、息だけでやってみましょう。はい、私は言葉を歌うので、いきますよ、1、2、して、そうそうそう、今吸って、息のスピードが上がって、音が、息のこの音が高くなりましたよね。はい、これをちゃんと意識して歌でも使ってください。はい、はい、もう一回やってみますか。はい、いきます、いきますよ、最後の赤いスイートピー、
ばしてほしいんですけど、はい、この伸ばすとき、この自分の声がこうやって向こうの方に消えていくって思いながら、声が向こうの方にどんどん行くと思いながら伸ばしてください。はい、いっぱい綺麗に伸ばすコツです。やってみましょう。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はいろいろ入れましたね。はい、ハミングから響かせること、あと息のスピードを上げて高音に持っていくこと、あとは最後伸ばすところを、声が向こうの方に伸びていくっていう空間を意識することです。これをやりました。で、最後の歌、とっても良くなったと思います。声も出てきましたし、ただこうまだご自分の殻を破れていない、そういう気がします。なのでもっと殻を破って、小川さんの本性を出しながらもっと気持ちよく空間を意識して、この部屋全体を響かせるようなイメージで気持ちよく歌えるようになるといいなと思います。引き続き宿題としましては、リップロール、これは息を流すのに大変効果的な練習になります。それをできるようにしてきてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。もう本当に今日のレッスンも本当にパワフルで、もう自分に何が足らなかったかっていうところも的確に教えてもらったのと、やっぱり先生がすごい一緒に乗ってくださるっていうのはすごい歌い手としてもやりやすかったですね。今回が2回目ですが、3回もどうぞよろしくお願いいたします。